ホールリバーはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級重巡洋艦の10番艦。艦名はマサチューセッツ州ホールリバーにちなむ。バトルシップ後部にあるホールリバー号の選手ホールリバーは1943年4月12日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク像選手で寄港し、1944年8月13日にアレクサンダー・シー・マレーホールリバー市長夫人によって、 浸水する。1945年7月1日に D.S. クローフォード艦長の指揮下収益した。1945年10月31日にフォールリバーはノーホークに到着し、1946年1月31日まで実験開発のための巡航を行う。フォールリバーは第一統合任務部隊に配属され、クロスロード作戦に参加する。 この任務の準備のため、フォールリバーはカリフォルニア州サンペドロへ向かい、2月16日から3月6日まで機関設備の増設が行われた。3月17日に真珠湾に到着し、司令官のカイジー・ハーリオン少将が座城する。部隊は5月21日から9月14日までマーシャル諸島で活動した。西海岸で訓練を行った後、 ホールリバーは1947年1月12日から6月17日まで第一巡洋艦隊の機関として極東に展開する。任務完了後、ピュージェットサウンド海軍造船所に戻り、1947年10月31日に予備役となった。オールバニ級ミサイル巡洋艦への返還が計画されたが、姉妹船のコロンバスの方が状態が良かったため却下、された。 海軍船として使用されていたが、1971年2月19日に退役し、1972年8月28日、オレゴン州ポートランドのザイデル社に売却された。フォールリバーにあるバトルシップ後部に選手の先が展示されている。ありがとうございます。